も乾燥機の配信を片付けています。ちょっと捨てる場所がややこしいんでね、毎日ちょっとずつやると言ってました。まあ昨日も雨降ったのでね、今日は埃も立たないので乾燥機の配信捨て日和でございます。昨日は工事用の2番米の色線をしましたけど、今年なんか2番米、いわゆる中米がすげー高騰してるようですよね。もう1キロ100円以上は当然ですよね。どうしたんだって感じですわ。で、昨日は石川県農業法人協会で農林水産部との意見交換会、いやーすごかったわ。久しぶりにリアルでみんなでわーわーいろいろと意見を交わしてよかったと思います。運んでます。地道に遠いんだよなここまでぐるーっと回って、ぐるーっと回って、あそこ結構怖いのよね。斜め進入、ダダメで降りてくし、ブワブワブワ。
ブワハハハ。鳥がすごい。逃げろ。頑張ってね。ああ、順調に舞い取ったはずやけど、このわずかの風で結構舞うんやね、ここ。結局やめて帰っていきました。中途半端になってますけど、これやっぱ雨降った日でないとダメだわ。せめて無風。はい、スーパー K さん、引き続き巻き回ってます。今は、うちのコシヒカリのエリアですかね。ここバーッと見える範囲をこう巻いていくことになります。はい、はい、巻くのは引き続きスーパーケーさん、ガサガサーっとこんな感じで。そうですね、これすごい、このケーカルの粉が舞うんですよね。結構臭いんで。はい、補充してます。
雨降ってんのって感じ。でも今日はちょうど雨の降る前にケイカル負けたようでよかったです。でこっちは今雨の中コインセーブ役の稽古と交換中なんですけど、あ虹かかってる、綺麗ということで、明日は無事白金幼稚園の稲刈りなんだけど、あんまり雨降って水たまりできないことに乗ってます。イエーイ。